はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。みかん様、米州様、マママルマ様、エフコ様、ご支援とお手紙ありがとうございました。菊池様、ご支援ありがとうございました。中にはですね、今でもあんだというレトロな物品でのご支援もありまして、ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。コラボやボンドなど若い女性しか救わない差別団体が税金チューチューし放題になる困難女性支援法のパブコメ募集はですね、1月16日から開始って聞いてたんですけども、20日から開始に延期になったみたいであります。金曜日開始、多分炎上不可避と、察してですね、嫌だったんでしょうね。この法律のヤバさと皆様に問い合わせていただきたい問題点をまとめてあります。よろしくお願いいたします。若い女性しか救わない、差別団体、1時間で700リツイートあったんですけど、コラボ弁護団はこれでも私を訴えてこないのかな。デマや誹謗中傷はいいねしただけでも訴えてやるって意気まいってたんですね。差別団体その通りだから訴えてこれないんでしょうけどね。だいたい若い女性って社会的に最強じゃねえかなって思うんですけど、私、皆さんそう思いません？森元総理がさ、女性が入った会議は長くなるって言っちゃって、非難豪語炎上しましたけれども、あれが例えばおっさんが入った会議は長くなるって言ってもですね、そうそうって話になるだけで、守られてないんだよな、おっさんの方がね。これが65歳過ぎますと、また高齢者さんっていうことで、またね、社会的に保護対象になりますから、立場強くなりますね。まあね、おっさんが一番社会において、金と権力持ってっから、仕方ない面があるんですけれども、女性ってだけで社会的には守られますよね。しかも若いってなったらますます守られますよね。社会的に最強なんだから、若い女性だけ支援って本当差別だよなーって私なんかは感じてしまうんですけれども、でもね、若い女性が言ってくれるとまだいいんですけど、私みたいなおっさんがですね、おっさんが一番守られてなくて返すんだよって言うと、なかなかこれ支持を得られない側面もありますよね。若い女性なんか守らなくていいんじゃねえのって言ってくれんといいんですけど、それよりおっさんの方がかわいそうだよって言ってくれるといいんですけど、おっさんがそう言ってしまうと、何言ってんだああみたいな感じになっちゃいますよね。ひまそらさんとにコラボ情報開示請求する、都が出した文章がこちらです。見事な見事だな。これならこんな舐め腐った文章出さない方が良かったんでは。ひまそらさん、情報開示請求訴訟を起こす、と残念、その文書は規定に従い廃棄済み、1月19日だそうであります。ネットの反応怪しすぎる、これはひどい、見られるとアウトな内容だと自供しているようなもの、もうかばいきれないこの状況を 見誤っている、もうジタバタしても無駄だっちゅう状況が分かってないってことかな。テレビが騒がないからやりたい放題、デジタル庁の存在意義が問われる事態、スピード感あふれる廃棄処分、こういう時に便利な言葉、疑惑が深まったってね、都の規定の保存期間を過ぎてるから仕方がないっていう意見とですね、行政訴訟対象になってるデータケースとか証拠隠滅ではっていう意見がありました。公用文書と既存罪刑法第258条、公文書をもしくは電磁データを、既存したものは3ヶ月以上7年以下の懲役に処す、罰金刑なしか、有罪なら必ず懲役なのか、しかも必ず3ヶ月以上になっちゃうのか、思いのほか重罪でした。脅迫罪でも最大2年なのにね。何でも開示請求受けて、何でもですね、開示請求受けて何だのかんだの詰め込めって
期限を延長してなかなか出さなかったんで、この黒塗り文書、今からなら開示請求訴訟を起こされても保存期間切れで消去できんなーなんて計算の上延期したんでしょうか、これのための開示延期だったんでしょうか、7年なんて誰ももらいたくないもんね。そんな自信があったから激怒不可避の大胆な黒塗りだったんではないでしょうか、こっからわかる結論なんですけど、コラボと都の職員はグル、コラボ関係の書類は見られちゃまずいもの、という結論が見出されます、さらに暇沢さん、ニート無能が選挙告示日前に共産党候補に投票を呼びかけしたことを、選挙の事前運動じゃないか、警視庁に通報したところ、警察が出した回答がですね、ニートさんの選挙活動はフォロワーが7万人と少ないんで謙虚に当たらずとの回答でした。こっちの維新議員はですね、35人に投票呼びかけはがき出して罰金30万くらってるんですけどね、1月16日のことですよ。ネットなんです。ネットの7万人よりリアルの35人ってこと、何万人からアウトになるか誰にもわからないんで、チキチキチキンレースの開幕、パヨは何をやっても許される、アメリカと同じやな、こりゃ厚生省コラボよりもひどくね、違法だが警察が認めたのに、なんだかな、そんな基準いつの間にできてたんだ、公示前ツイッター選挙活動にお墨付きってやばくない、内裏たすきつけてリアル活動とかしてた分はどうなるねん、フォロワー7万人までならツイッターで選挙違反よし、よくない、リツイートされて7万人どころじゃないアカウントに波及するのにバカな前例作ったな、フォロワー50万のやつがサブアカ作ってツイートして、それをしれっと、リツイートすれば OK? OK です、奈良県警だけじゃなく警察全体が腐ってるってこと、フォロワーがですね、現在14万607の私はどうなんだろうしね、どうなんでしょうね、パヨがやってもセーフでも、こっちがやるとアウトっていつものパターンでしょうかね、パヨが内裏たすきで選挙違反してても全然捕まんねえ、警察は選挙違反かどうかを実行したかしなかったかの外事的根拠でなくて程度で判断してるって判明しちゃいましたね、フォロワーゼロ人がどんだけ選挙違反投稿しても無罪でよしってことになっちゃうね、よくないよねこれ。にしてもなんでこれ回答しちゃったのかちょっと疑問持つんですけど、不起訴理由なんか絶対に公表しないのにね、担当が絶望的にネットに言うといいバカなのか、世代交代してですね、警察がネットの常識に近づくのはもうちょっと時間かかりそうですね、総務省 NHK 未契約割増金を認可しました。1月18日昨日のこと、開始は4月1日からだそうであります。ネットの話どんどんやってもっと嫌われろ、テレビないわい低みの見物、4月までにテレビ捨てろ、七市住所のみ特別郵便は NHK に名前知られてないってこと開けずに捨てるべし、金額が大きくなってますます払わなくなんじゃね、どうやってテレビの有無証明するの、持ってないって言えばいいだけ、テレビ持ってるからややこしくなる、捨てろ、スクランブルで解決やんか、割増金を徴収される可能性がある方2パターンあります。 BCAS 技術による邪魔表示を消すために NHK に住所氏名を連絡しちゃった人、2ケーブルテレビと契約しちゃった人、この2つ以外は NHK はテレビの有無を、証明できません、テレビがあるって断言できません。この2つのケースで NHK が契約してくれてアクセスしてくる日が割増金開始日だそうであります。12月6日 NHK 経営委員会、施行日前の期間については割増金請求はしない、まあできないんでしょうけどねこれ、事後法になって割増金対象期間は4月1日から、今は全員ゼロであります。丸3ヶ月間契約してくれなかった場合、割増金徴収対象とする。つまり、4月1日から開始して、契約してくれ、契約してくれっつって、3ヶ月が経過。6月末日から割増金払ってっていう対象になるのって、NHK、訪問や丁寧な説明を繰り返すなど、契約につながる努力を行い、どうしてもやむを得ない場合には、割増金を課すと、経営委員会で、答弁しておりました、しかしながらこれまでの NHK の方針通り NHK の価値やなんたらかんたら納得してお手続き、重要、そのため、できるようになっても割増金を請求できるようになっても丁寧な説明に基づき取り組んでまいりたいと考えております、でも脅しには使うでしょうね、2倍の罰金ですよとか、これに関しては時効がないから
どんどん増えてきますよとかね、割増金や受信料みたいな5年の支払い事項は今のところ設定されてないんですけれども、何年も未契約のまま貯め続けていくとどうなるか、上記2パターンの場合は告訴され負ける、敗訴する前例があります。2パターンの方全部が提訴はされません。とある条件が存在する。これはまあ、日本改革党の営業秘密なんで、ちょっと黙っときますけど、2パターンととある条件を満たすと、ヒントなんですけど、差し押さえなど面倒なことしなくても回収できそうな世帯。わかります？そっから自己破産だなんて言わなそうな人。あと夜逃げしそうな思想もない人に当てはまった方は諦めてテレビ捨てましょう。ケーブルテレビも解約しましょう。B キャスの方はですね、 NHK に電話してテレビ捨てたから邪魔表示復活してええよ、ついでに解約用紙送って、契約者番号を伝えましょう。結局はこの2パターンにならないか、テレビ捨てれば問題ありません。ワンセグ機能がついた現行スマホはありません。どこのメーカーもワンセグつけるのをやめちゃいました。カーナビでの契約はグレーゾーンです。今はグレーゾーン。これ言い出すとですね、パトカーや消防車、自治体公用車、1台ずつ契約しないと不公平じゃないかって言われることを恐れてですね、NHK はカーナビのみでの契約に消極的であります。テレビ見れないカーナビなら問題ないんですけど、日本改革とはですね、テレビを見るとバカになる。人類普遍の真理に基づき、テレビを廃棄を、進めております。情緒も安定するし、欲求不満もなくなるし、これですね、自分が勝手に設定した基準以下の時に不平不満が湧いてくると、どう考えてもですね、日本よりお金なさそうなブータンでの幸せ指数が日本より高いっていう謎がこちらですね。自分が勝手にですね、40歳だと係長ぐらいになってないと、みたいな基準を設定するんですよ。俺ぐらいの歳だと年収このぐらいないとな、偏差値〇〇以上の学校に行かないとな、2、3個はビトン持ってたいわよね、などなど自分勝手な基準、この自分勝手な基準を生み出すのが目にした情報なんですけれども、まあ、テレビやスポンサーのためにですね、だからこれ買えって欲求を煽るのがお仕事であります。なのでテレビ見てると不必要な欲求を煽られ、精神を揺らされる。以上靴沢の持論です。異論は認めます。テレビ見てるとバカになる。テレビを見てると欲求不満になる。勝手に基準設定しちゃって、そんな基準設定しなきゃ幸せなんですよね。不平不満も生まれない。まあ仏教の無私無欲っていうのに通じるかと思いますけれども、中身赤旗の週刊朝日廃刊決定。ネットにあふれる喜びの声、おめでとう、新聞もなくなっちまえ、近年稀に見る朗報、こんなことやってるから。まあ自民と民主党の取り上げ方が全然違う。自民は罵倒して、民主党のことは褒めたたいてるんですけど、それな、自民と民主の扱いの違い、小沢一郎総理宣言夢見てんのか、自民も福田だけ褒めてんのがほんま分かりやすい。朝日新聞にとっての養老院のような執筆陣、朝日新聞の息の根止めたい、これは安倍の陰謀、440円の価値もないと断罪されたのだよ、次はあえらだな、紙媒体の終焉は近いと、廃刊じゃないです、休刊ですって強まってるみたいですけど、復刊前、に本社が倒産するんじゃないですかね。週刊誌って廃刊するとですね、復活するのに雑誌コードを取り直しが面倒なんだって。で、大抵休刊ってするらしい。廃刊でも。そして、休刊誌が復活することはまずない。つまり、廃刊。次は、あえらが休刊。次は朝日新聞が休刊、つうか廃刊ですかね。多くの日本人にとってもそうでしょうけど、生きてるうちに朝日新聞の倒産が見たいんだよね、私は。なんか抗議集会をバカにしてニヤニヤして見下ろしやがって朝日新聞社員ね。あの時にいたやつもう残ってっか、何人残ってんだろうな。だいぶリストラされたみたいですけど、新聞協会発表、訪問形式で調査したら新聞の情報が一番正確で中立公平だって言われちゃったよ。
てへへへへ、ネットの話、訪問形式、こいつら恥ずかしくないのか、どこの異世界の話だ、押しかけられて面と向かって新聞が一番信用できないとは答えにくいだろう。信頼性が高いから部数が激減してるんですね。わかります。どんなめでたい世界で生きているのやら。お手盛りじゃなくて違う機関に調査させろよ。高齢者しか読んでない、変更や捏造ばかりという指摘への仕返しのつもりなんだろうが、哀れとしか思わん。でも時期になくなるんですよね。新聞自体が信じられないのに、新聞協会の発表自体を信じられませんよ、という夢を見たって話なのかな。訪問先でですね、新聞が一番嘘つきだろうなとか、この国賊だろうなって罵倒されなかったんでしょうかね。私ならするけどな。しますよ。1時間ぐらいコンコンと。それとも新聞協会ですって言わずに訪問したのかな。訪問って何時から何時までやったんですかね。平日昼間なんか訪問したって若い世代は仕事でいないよ。なので調査対象はかなりの率で主婦やリタイアさんたち、高齢者、なのでは。信頼性が高く報道に価値があったら部数激減しませんよね。相変わらず NHK スクランブル部でもどこも報道せんしね。そういう態度をいつまで続けられるか見ものであります。次回 NHK スクランブルデモは渋谷で2月12日開催予定です。来てねー。メール党員さんにもなってねー。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。